徳島駐屯地は、徳島県阿南市中川町この四413から1に所在し、第14施設隊等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地。霊属する分屯地に北徳島分屯地がある。第2混成団から第14旅団への改編に伴う施設整備の一環として新設された駐屯地であり、2012年3月26日に開庁した。 高知県港南市の開設に伴い、隊員の家族や関係者など200人ほどが高知県から移住し、開庁日には、飯泉家門知事など県内関係者や地元住民が招かれ、編成完結式が行われた。徳島駐屯地は、徳島県内に設置される初めての中屯地である。また、 2010年より県内初の陸自部隊として活動している北徳島分遁地は徳島駐屯地の一部となる。なお、徳島県は戦前も日露戦争後に不評第62連隊が丸亀から移動してくるまで全国で唯一陸軍が駐屯していない地方自治体となっていた。2012年3月27日徳島県庁舎で歓迎式典が開かれ、 隊員を、県議や県職員、児童などが出迎え、隊員に花束が贈られた。また津田光都市第14施設隊隊長に、飯泉知事から献嘩が渡された。2012年3月31日、渡辺天音防衛副大臣や飯泉知事の来場の元記念式典が開かれ、活動を開始した。第14施設隊が、高知中頓地、 第2営者地区から徳島中屯地に移住。第14広報支援隊、第1整備中隊施設整備小隊が、高知中屯地、第2営者地区から徳島中屯地に移住。北徳島分屯地が、徳島中屯地の分屯地となる。朝雲新聞社編集局、防衛ハンドブック平成24年版857ページ、朝雲新聞社、2012年。 ISBN 978から4から750920337自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令陸自徳島駐屯地が指導穴んで編成完結式徳島新聞 http://www.topics.or.jp:/loca.news:/2012/03/2012332 億8114万 8456html カット花束で陸自体を歓迎県庁で式典徳島新聞 http コロンスラッシュスラッシュ www。topix。or。jp。スラッシュ。l o c a l n e w s スラッシュニューススラッシュに零一二。スラッシュ零三。スラッシュに零一二。千三百三十二億八千二百七十七万八千七十二。html ハット。陸自アナンに駐屯地。解説隊員二百人。災害にも対応。徳島。毎日新聞。 h t t p 毎日 j p エリア徳島ニュース2012万 401ddl k 360億4034万 4000Chtml ありがとうございます